こんにちは、のり太郎です。今回はコイン投資をするにあたって失敗するときとはどんなときに起こるのかというのを考えてみました。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しております。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録できればよろしくお願いします。では本題に入ります。失敗例一応4つ今回挙げますが、これ以外にも失敗例はあると思いますが、だいたいこれぐらいに集約できるのかなと思います。まず1つ目が偽物を買ってしまう、2つ目が銘柄に釣られて偽物を買う、3つ目が買ったものが売れない、4つ目が相場より高く買ってしまった。でもしもこれ以外に失敗した話がある場合はコメント欄に書き込みいただいて、で皆さんで情報を共有できるとありがたいです。それではまず1つ目、偽物を買ってしまうということで、こちらが一番最悪なパターンだと思います。で裸コインをやはり買わない、鑑定済みコインを買うというのが教訓として、うまい話はないと。これで私実はですね、具体例として挙げさせてもらうんですが、私が最初に買ってしまったコインっていうのは偽物のコインでした。こちらなんか今話題の3グレイセスの、これ金ではないので金貨じゃないですけどコイン、こういうとか、あとこういうモハール金貨とかですね、このリバティ銀貨、まあ、これも同じ、全部同じ人から買ったんですが、私がにわか知識をつけてた頃、まあ今もにわか知識なんですが、コインも買ったことがなかった時にメルカリでとある投稿を見つけました。それは、まあ、資産家の祖父の遺品整理ということで、販売者は知識がないので、まあ、安値でお譲りしますという出品でした。で写真はピントがずれていて、フラッシュもバーンと焚いてあって、色もいまいちわからないというような状態だったんですが、なんとかこう表と裏のこう絵柄が見えるような、まあ、絶妙な撮り方をしていたんです。でそれを見てですね、これがもし本物だったとしたらすごい金額になるのかなという、まあとても悪い考えに陥ってしまいまして、まあ1枚これ数万円で売っていたんですが、まあ、これをいくつも購入してしまったという失敗です。で到着したものを見てこう重さを測るとですね、まあ、これ重さなんか調べると、ネットでも何でも載ってますので、まあ、全くそれよりも軽いという状況で、ああまあ偽物を買わされたんだなというのが分かりました。少なくとも買う前に重さぐらいは聞くべきだったかなと反省しておりますが、そもそもやっぱり裸コインをこう素人が購入するというのはやっぱり無理な話なので、絶対にお勧めしないということになります。ちなみにこういった偽物のコインというのはですね、レプリカのコインということで販売されている販売サイトがありますので、詳しく知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご参照ください。一応注意ですが、こちら決して悪用を進めているわけではなくて、自己防衛の手段としてどういうコインのレプリカがあるのかというのを知っていただくためにお知らせになります。であとこういったコインを買えばいいという話があるんですけど、あくまでも投資は自己責任になりますので、そちらはご注意ください。では本題に戻ります。続いて2番目になります。銘柄に釣られて傷物を買ってしまうということで、やっぱり相場とかですね、あとグレーディングの見方、まあ、こういったものは学ばないとこういった傷物を買ってしまうことになりますので、ディテールズっていうやつですね、傷物の情報を、まあ、頭に叩き込んでおく必要があるかなということで、こちら先日、まあ、中級者向け閲覧注意ということでディテールズをまとめた動画を投稿しておりますので、まあ非常にあまり面白い内容ではないんですけど、こういったものを叩き込んでおかないと、こういった傷物を買ってしまうということになりますので、まあ、そちらぜひご興味のある方はご参照ください。続いて3番目です。
買ったものが売れないということで、やっぱり相場を調べ、相場価格で販売するっていうのが、まあ、基本になります。なので、まあ、相場の調べ方っていうのは過去動画で私上げておりますので、そちらを見ていただけたらと思います。で、あと売れない理由としては、やっぱり発行枚数が多かったり、あとは売りたい人が多いタイミングで売ると相場がこう値崩れすることがありますので、買う際にですね、発行枚数とか、鑑定枚数が少ないものを狙うと非常に売りやすくなりますので、そちらは、そういった買い方をお勧めします。で、具体例としては銀貨なんかはですね、そもそも発行枚数が多いので若干売りにくいんですが、銀については売れるタイミングというのがあります。で、それは銀がこう銀地金価格ですね、高騰するタイミングです。で、安い時に買って高い時に売るっていうのを実践すると売りやすくなると思います。で、実は銀についてはですね、ここ数ヶ月で高騰するのではないかと言われておりまして、実際アメリカとかヨーロッパでは銀自体ですね、銀の現物が品薄になっているそうです。で、詳しく知りたい方は銀シルバーゴールドチャンネルさんの動画ですね、最新の動画でそのあたりをお話ししておりますので、概要欄に貼っておきますので、そちらをご参照ください。で、続いて4番目になります。相場より高く買ってしまったということは、もう買ってしまった場合は相場が追いつくまで待つ、寝かせて、そこまで相場が追いつくまで待つか、それかもう相場で売ってしまって損切りをするか、まあ、この対処法しかないかなと思います。なので、もその買う前にですね、次回買い物をする際は相場を調べるっていうことを忘れずにするっていうのが大事かと思います。こちら先ほどもお話ししましたけど、過去動画で相場の調べ方という動画を載せてますので、もう買う前にですね、相場を調べるっていうのを必ず習慣づけていれば、この相場より高く買ってしまうということはないことになりますので、まあ、相場を調べるというのは大変ですけど、まあ、そちらは必要かなと思います。で、またもう一つポイントとしては、モダンコインの場合は発行元ですね、イギリスのロイヤルミントとかそういった発行しているところで販売価格で買える場所がありますので、販売価格で買うと絶対に失敗しないので、そちらも私の過去動画でイギリスモダンコインの購入完全マニュアルという動画をアップしておりますので、そちらをご参照ください。まあ、こういったモダンコインはですね、今イギリス特に人気ですので、1年間で非常に急上昇するコインも少なくないので、まあ、こちらは非常におすすめかなと思います。まあ、あくまでも自己責任になりますが、まあ、おすすめということです。で、それでは今回の動画のまとめになります。まず1つ目、偽物を買ってしまうということで、裸コインを買わない、鑑定済みを買うと、うまい話はないということになります。で、続いて2番目、銘柄につられて傷物を買うということで、相場やグレーディングの見方を学ぶと、特に ディテールズの情報を叩き込む必要があるかと思います。で、3つ目が、買ったものが売れないということで、やっぱり相場を調べ、相場価格で販売するというのが基本になるかと思います。あとはダブついたコインは買わないというのと、銀貨は高騰するタイミングで売るというのがポイントかと思います。で、4つ目の、相場より高く買ってしまったというところでは、相場が追いつくまで待つか、また相場で売って損切りしてしまうか。で、そもそも次回買い物する際は相場を調べることを忘れずにするというのと、あともう一つが、発行元で販売価格で買ってしまえば、まあ、そもそも失敗しないということになりますので、そういったところがポイントになるかと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。